で、これはこういう形になっているんですが、止まっているのがここの部分で止まっていますので、結束バンドで止まっているんですね。はい、そうですね。ですからこれを交換する場合はここをちょっとやり返すかもしれないですね。こういう形にしてもらって、ちょっと指を気をつけてもらって、これで、これで外れます。結構簡単に。簡単に外れます。で、見てもらうと分かる通り、これは止め形、こう金具に外れるんですね。なるほど。で、これをこういうふうに入れると、押さえ止めって感じになります。で、この金のところを結束バンドで止めると。で、実際には、交換する場合は、こういうものがあった場合は、対象のものをこうやって取れますので。なるほど、なるほど。で、これを交換したらば、まあ、この、数字の向きをちょっと考えてちゃんとやらないと、逆に順番間違えないでしょ。とんでもない結果になりますので、これをこうやっていただいて、で、あとは交換したらば、先ほど外したやつをそのままこうつけて、いただいて。で、あと結束バンドをこっちから入れるのが、というのはこの出っ張りがどうしてもあるんで、これを内側にしたいものですから、こういう形で入れてもらって、あとは、止めると。なるほど。で、カッターでもいいですし、余ったところはハサミでこうやって切ればこれで完了です。簡単ですね。簡単です。じゃあもしプレートが割れたりした場合はどうしても不良の感じで割れたりする可能性があると思います。ローラーだったりするとね、当然、そうなんですよね。可能性としてはありえます、ですからこういう形ですぐに簡単に外せるような構造をちょっと考えてこれを作ってますので。なるほど、なるほど。わかりました。何かあったところを、多分ご自分でカッターでこれだけなんで、結束バンドもあのホームセンターで売ってますので。そうですね。もしまあプレートの交換分にはあの1本付属して、こういう形のワンセットで出させてもらうときにはこれで必ず1本は最低ついてますので。わかりました。じゃあそれを使っていただければ大丈夫です。わかりました。もしそれどうしても一回外してみたいとか失敗したい場合は、まあこれを2本つけてありますから大丈夫だと思いますが、なければ、ええ、そうですね、これを買ってもらえれば、まあ安いものですので、これでやればできると思います。はい、ありがとうございます。